坂出市は2019年、健康なまちづくりを進める取り組みの一つとして健康マップを作成しました。このマップは島嶼部を含む市内12地区それぞれのコースが選定されており、合わせて26コースが紹介されています。このマップを手に月に2回、年間24回、みんなでスポーツ坂出の皆さんの指導のもと健康ウォークが行われていましたが、12日に予定されていた春日神社から黒岩天満宮周辺を歩くは新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となってしまいました。そこで今回は案内役の田淵さんと大野さんにコースを紹介していただきました。まず8時半から受付が始まってますけれど、最初に、コース説明がありまして、その後準備体操をして、それでだいたい9時ぐらい、8時50分から9時ぐらいの間で出発するようにしています。基本的に安全第一でありますので、右側通行とか歩道の確認とか横断歩道とかそういうところでの誘導、基本的にはウォーキングができる服装あるいは靴を着用していただいた方が良いかと思います。はい、じゃあ地元でも非常に有名な春日神社をご案内します。皆さんお参りしますけど、その後で、ここも春日大社とも関係もありまして、参道にあります灯籠の状態だとかそういう形はよく似た、よく言うかそこの言われがある神社だと聞いております。もちろん地元で随分愛されて、秋の大祭あるいは太鼓台のかき上げとか随分有名な神社でもあります。菅原一谷だとか岩須徳上皇もお参りになりこちらへ来られたという話も伝わっております。地元に愛されてる石柱もずっと外にもあるしな。そうそう、うん、あれ鳥が向こうは多分太鼓台のやつだと思う。これ海かな。海やね、発売購買で、須徳上皇の言われのある天皇社 で、ね、桜が非常に見どころですから、季節になるときれいに咲くいい神社だと思います。で、須徳上皇との言われについては、この地域が東山ということで上皇がよくこちらの方へお参りになこっちおいでになったという話を聞いております。参道の、はい、道標というか、一応こちらも矢印になってんだけど、一応これが、そうですね、今日は、コースはこちら、ありに行きます。じゃあ、上り坂、最後の、ただちょっと神社入ってからも少し坂道があるから、一応牛、ここと、それから境内の、はい、ここが暗いの天神さんと皆さん非常に親しみのある神宮でありますけども、菅原道真公がですね、讃岐の神でこちらに入れられた時に、ある年日照りで大変村人が難儀したと、その時に菅原道真公が秋山の御神ヶ原で雨乞いをされ、そこで豊かな雨が降って本当に村人たちが喜んだ。それで菅原道真のための天満宮をこちらに建築したということで伝わっている、馴染み深いで。ここまで来るとコースはおよそ半分、ここで少しの時間トイレ休憩となります。大宮神社へ到着です。
まあ、参道がこれもきちっとあるけど、向こう側のね、南からも参道があるので、見学は大宮八幡神社、消失してるんだけど、もう地元の方がこぞってこう、もう立ち上げて、本当ね、もう新しく見てるけど、やっぱり地元の方の寄進によってずっと整備されてきてるから、本当にあの立派な社殿ですね。もう大体ここでどれぐらいの距離なんですか？これでちょいでもう6キロですから、あの6キロ弱というところですね。あ、だいぶも疲れましたね。はい、はい、じゃあ帰ってきました。ここで過ごしましょう。はい、歩いてみていかがでしたか？もともとやっぱり2月にね、黒屋さんの、梅を見たいのでね、この時期に設定したんですけれど、ちょうど梅もちょうど季節で、ね、なってるし、でお天気もこんなお天気でしたからね、非常にいいウォーキングになったと思いますね。ぜひあれですね、これ番組をご覧の皆さんにも、そのガイドブックを片手にちょっと歩いて見ていただいたらいいですね。そうですね、ぜひ利用していただきたいと思いますね。皆さんも健康づくりのために、それぞれの地域のコースを歩いてみてはいかがでしょうか。